ウィケーム・アズ・ロマンスとは、アメリカ合衆国、ミシガン州にて結成されたメタルコアバンドである。人間が殺し合うことの愚かさなどをテーマにしたメッセージ性の強いポジティブな楽曲を歌うことで有名で、その音楽性から時にクリスチャンバンドとして呼ばれることが多いが、彼ら自身は否定している。2005年に全身バンドとなるディスエマージェンシーを結成。 ライブ活動を中心に行い、その後2006年に現在のバンド名へ変更。名前の由来はジョシュアが以前組んでいたバンドのボーカリストが思いついたことから、2008年12月2日に4曲入りミニアルバムデモンストレーション c p を自主リリース。それをターループマネージメントで彼らを担当していたマネージャーが大手インディーズレーベルである。 イコールビジョンレコードのスタッフに聞かせたところ、高評価を得た。それがきっかけで、翌年2009年4月に同社と契約を結び、同年11月3日には、デビューアルバム、2プラント、A シードをリリース。全米アルバムチャートにて初登場175位を記録した。2013年8月10日にリリースした、トレッシングバックルーツが、自己最高となる8位。 インディーズチャートでは1位を獲得した。2016年6月27日、シャープトーンレコードへ移籍。また、同年10月6日、ドラマーのエリック・チョイが脱退。2017年6月、新ドラマーであるデビット・パケットが加入。同年10月20日には新体制で初となるアルバム、コールド・ライク・オーをリリース。2018年8月25日、 クリーンボーカリストのカイル・パボンが死去。シーンはオーバードーズであることと、同年11月に、代わりのメンバーは入れずに5人で活動していく旨も発表した。2019年9月28日、約2年振りとなる新曲、キャリー・ザ・ウェイとフロム・ザ・ファースト・ノートを配信シングルとしてリリース。ジョシュアは、この2曲について、俺たちは、バンドメイトである前に、兄弟のような存在だった。 ファンや自分たちに誠実であるために、どうやって彼の死と向き合っていったかを書かなければならなかったんだ。同時に、ただ悲しみに浸った曲ではなく、俺たちが作り上げてきたものを祝福する曲にしたかった、と語っている。2020年5月30日、メタルコアバンドの FIT4、A キングとのコラボレーション音源をリリース。二千十九年にリリースされたシングルより、キャリーザウェイトを、 ライアン・カービーが、また FIT4、A キングのバックブレイカーには、デイブ・ステファンズがそれぞれフィーチャリング参加した。ありがとうございます。